ラニアケア超銀河団は2014年に新しく提唱された超銀河団。天の川銀河が属する局所銀河国や乙女座銀河団もその一部であり、およそ10万個の銀河を含んでいる。この超銀河団はハワイ州立大学のアール・ブレント・タリーと リヨン大学のエレーヌ・クールとアラにより、銀河の視線速度によって銀河団の境界を定める新たな手法の発表と合わせて提唱された。この新しい超銀河団の定義はすでに定義されていた、オトメザ超銀河団を含んでいる。後の研究によると、ラニアケア超銀河団は重力による拘束を受けていないため、これらの構造を維持することはできず、いずれ分散されてしまうと予想されている。 超銀河団の地図。黄色が、ラニアケア超銀河団。ハワイ州立大学天文学研究所の、アール・ブレント・タリーが率いるチームが2014年9月に、ネイチャー、オンライン版に掲載された論文で提唱したもので、直径約1億6000万パーセクの領域に、約10万個の銀河を包含している。質量は、約1017太陽質量にも及び、これは、 天の川銀河の10万倍、時計座超銀河団とほぼ同じ規模である。ラニアケアは、基地の超銀河団による4つの古領域に分けられる。ラニアケア超銀河団の中で、大きな銀河団は、乙女座銀河団、海蛇座銀河団、ケンタルス座銀河団、エーベル3565、エーベル3574、エーベル3521、ロザ銀河団、エリダヌス座銀河団、 定規座銀河団である。この超銀河団全体でおおよそ300の銀河団を内包している。銀河面吸収体によって、ラニアケア超銀河団の一部が遮られて観測できないため、正確な数はより多くなるかもしれない。超銀河団は宇宙に存在する大きな構造体の一つで、境界を定義することが難しい。このチームは電波望遠鏡を用いて、 銀河団の動きを図表にした。超銀河団の中では多くの銀河が重心の型に向かっている。ラニアケアの場合、重力の重心はグレートアトラクターであり、局所銀河群の銀河の動きに対して影響を与えているだけでなく、超銀河団のあらゆる天体に対して影響を与えている。しかしラニアケア超銀河団は重力による拘束を受けていないため、やがて、 ダークエネルギーによって分裂すると予想されている。ラニアケアの周辺には、ヘルクレスザ超銀河団、髪の毛ザ超銀河団、ペルセウスザ、ウオザ超銀河団、シャプレー超銀河団が存在する。これらの超銀河団とラニアケア超銀河団との境界線ははっきりと定義されていない。銀河の得意速度と宇宙の膨張とを区別するために、ウィーナーフィルタリングという手法が取られた。 この手法を用いると、ラニアケア超銀河団は、シャプレイ超銀河団の方向へ向かっているように見える。そのため、おそらく、シャプレイ銀河団もラニアケア超銀河団も、より大きな構造の一部分であると考えられる。なお、南アフリカ共和国の天文学者、トニー・フェア・オールは1988年に、赤型変異の観測結果から、ウミヘビザ、 ケンタウルスザ・チョウ・ギン・ガダンとオトメザ・チョウ・ギン・ガダンがつながっている可能性を示唆している。ラニ・アケアはハワイ語で天空を意味するラニと測り知れない広々と下を意味するアケアに由来する。これはハワイ州立大学カピオ・ラニコミュニティカレッジのデビット・ナワ・エナポレオンによって提案された名称を採用したものである。この名前は広大な太平洋を航海するために 原則候補を用いたポリネシアの航海者たちを称えたものである。ありがとうございます。